も皆さん、お待たせいたしました。タイチーヌでございます。今回はね、ただ俺がアイスを食うだけの動画だぜ。こちらセブンイレブンで買ってまいりました。カントリーマームのチョコが出てたんですよ。チョコじゃない、カントリーマームのね、アイスが出ていました。大人のチョコチップバニラ。いやー、カントリーマームといえばクッキーですよね。いや、ちっちゃい頃から食べていましたけども、アイスとなっていたとは知らなかった。あ、いい匂い。うわー、こいつはたまんねー。それじゃあ早速いただきたいと思います。うんうん、あ、うまいわこれ。アイス最高。今私は風呂上がりでね、このほてった体にね、キンキンに冷えたこのアイス最高ですね。うまっ。味はね、一言で言えばね、まあ本当クッキーチョコアイスみたいな、バニラの中に砕いたチョコクッキーが入ってるような味っすよこれ。うん、うまっ。なんでアイスってこんなうまいんでしょうね。もうほんと最高。俺こういうアイス大好き。味はね、うん、チョコバニラ的な味大好き。抹茶も好きですね僕は。俺がただ何か食べてるだけの動画ありですよこれ。ありですよ。シナモンアイスクほらいらん。え、いらねー。いらない。うん、美味しいよこれ。いやいやいや、これ、いや、マジ、オレオクッキーみたいなアイスの味だよ。クック、やあみんな、はは、動画を見てくれてありがとう。え、最後の隠れミッキーが見つからない？大丈夫、僕の股間にあるよ。